どうも、エルザです。それでは、ラストオブアス、やっていきたいと思います。今回、ビルと、再び出会ったところなんで、物資集めて、次行こっかなーっていう段階ですね。メモは何に、なんか使えんのかな、そのうち。ビルのチーズ。いや、武器も強化したいんだけどな。体力増やせないしね。ああ、聞き耳、工作。ちょっとクリッカー反撃ちょっと欲しいね。お、工作能力上がるか。それこそ強化できるもの欲しいんだけどね。そっち行ったら話が進むと。じゃあ行きますか。やり、行くぞ。ドア閉めてくれ。わかった。別の建物に移る。上だ、急ごう。俺から離れるな。こんなことになるなんてな。あそこでほっとけばよかった。こっちを見てもいいか。何でも好きにしろ。まあ何でも持ってけ。どうも。助かる。ちょっとね、もらえるものはもらっとかないとね。何に巻き込まれたんだ。フェスはどうした。仕事だよ、単なる運び屋。荷物は何だよ。まさかこいつ。はは、死ねば。ああ、お前気は確かかよ。ムカつく。それでどこへ行く。別の隠れ家だ。武器がたくさんある。え、みんなで修理しないの。みんなお前に直せるのか。メール、よせ。必要な部品は町の反対側にある。感染者がたくさんいて普段は近づけない。だから Q がいる。さあ今回もあれかな、ちょっと移動メインな感じかな、様子的にはね。救急キットゲット。いつも一緒だと思ってた。忙しいんだ。そうか、忙しいか。俺に比べ、まるで天国みたいなもんだな。ああ、そうだよ。ここは映さずに。じゃあ行こう。音は嫌やな。音はあの音切りたいな。また外に出てきたね。取った瞬間動くとかさすがにないよね。お前天才だな。なんでこの辺の車を直すって思いつかなかったんだろう。分かったからもうやめて。タイヤは腐ってるしバッテリーは死んでる。もう終わった。エンジンの中も見ておけばよかったかな。今バッテリーを作れるのは軍だけだ。くそ。ああ、クソ、弾を止めろ。物理で行ったが早いか。
あーまた混じってるお前は。ちょっと待った、一撃死やばいね。とりあえずまず一人で、どこにいる？クリッカー。いやー、残念ね。はい。わからない。クリッカーの物理判定 OK な時と NG の付けはいまいちわかんないな。手を抜くから付けが回ってくる。分かってんのか？倉庫から物資を全部持って東のフェンスに行くにはざっと見積もっても。ビル、ジョエル、こちら。はいはい。独り言がすごいね。いやーマジクリカ強すぎやろあれ。エームももちろん向上せないといけないけど、強すぎるな。行動は予測できる。普通の人間の方が怖いね。それを理解すべきだな。どういう意味？なんでもない。感染者は来ないだろうな。鍵を持ってないからな。どっちだ？こっち、地下室だ。ちょっとライフ上げたかったけど、ちょっと先に索敵上げとこうかね。これよし、こっちだ。よし、ここだ。お前は何も触るな。ドア閉めてくれ。始めよう。ダメだ。え？銃がいる。お前はいい。ジョエル、自分の身は自分で守れる。ダメだ。とにかくここにいろ。わかった、黙って殺されろってことよね。人生最悪の仕事を引き受けちまったってか。そうかもな。自殺行為だ。テスがよくオーケーしたな。テスが言い出した。本当か？もっと賢い女だと思ってたぜ。まあいいか。あのガキは拾った場所に捨てちまうんだな。そんなに簡単じゃない。じゃあほっとけ。一人で生きてくさ。一つ教えてやる。昔はな、俺にも大切な人がいた。まあパートナーだが、面倒を見てたやつさ。だが今じゃそんなものを持ってるやつから死んでいく。じゃあどうするか。頭を使ったね。一人の方がいいと気づいた。ビル、そういうことじゃないんだ。いや、そういうことだよ。おい、入り口でお前に何て言った？何て言った？ちょっと、これを片付けただけだってば。何も触るな。クソガキが。あんなガキの相手してると、お前もいつか偉い目に遭う。ナービル、いいからとっとと終わらせよう。ほら、とっとと終わらせようぜ。さあ、ショットガンが手に入ったね。ポンプアップかな。よし、先へ進む前に見せたいものが。ってことは大量に出てくるか。新しいおもちゃだ。おもちゃね。あ、やっぱあるね。ないね、よし。そう、
爆弾。手製の爆弾だ。よく注意しろ。近くで爆発したらバラバラに吹っ飛ばされるぞ。ああ、もう見せてもらったよ。使えるだろう。はあ、まあでもそうだよね。実際爆弾ってそうだよね。破片を飛ばしてっていうところだからね。L2 で構えて投げることもできるし、防御を使えては R2 で足元に設置することもできるぞ。ショットガンと爆弾はあるが、これでどうするんだ。何週間かに一度軍のトラックが町を通る。物資を調達するためなんだろうが、驚くほど見落としが多いんだ。とにかく数ヶ月前、トラックが大量の感染者に襲われた。トラックは囲まれ、高校の校舎に突っ込んだ。まだバッテリーもあるはずだ。バッテリーだけ別の車に入れるんだな。そうだ、あの辺は感染者が多いから行くのは危険すぎる。でも行くぜ。車がいるんだろ。壊れてたら。いや、戦車みたいなトラックだ。問題ない。行けるかもな。それはだいぶ強そうだね。いやー、またダメ、作れない。あー、欲しい、ホルスターが欲しい。リロードの速さはでも70でしょ。ああ、強化できないね、この辺りは。いやー、ホルスター欲しいなー。これでよし。で、作れるものはもう作っておいて、2つまでか、持てるのは。よし、ちょっと刃物が減っちゃったけど。こんなもんかな。工具レベル1。あ、これでいいんだ。どうだろう。工具レベルでしょ。1。ってことは俺、ホルスター今作れたね。そうだね。ホルスター作れたね。これ取っとこう、もう。うわぁ、順番しくったなー。まあ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 、仕方ない仕方ない。おいガキ、勝手に触ったら。あのじじい本当に偉そう。ジョエル、しっかりおもりしろよ。分かってるよ。さあ行くよ。そっちか。やっぱこっちだったね。で、いいところだな。懺悔したいことがあったらここを使っていいぞ。いや、もうテスのことしか出てこないな。よし、一丁やるか。え？ああ、よかったよかった。割るのかと思った。エリー、ほら見ろ、学校だ。さてと。いいか、よし行ってみよう。さあ続いては高校だね。何もなし。やだ。おい、そんなもの見なくていい。はいはい。じゃあ好きにしろ。一応ね、ヘッドショット狙えれば一撃で倒すよ。だから弓がね、一撃で倒したのがそれなんで、一応一撃あります。もちろん。ショットガンかな。まぁ、ちょっと様子見やがったけど。ねえねえ、聞こえた？静かに。いるね。
とりあえずナイフで一撃って感じか。ダメ、当たり判定出たんだけどな。難易度高すぎやろ。よしよし、燃えろ燃えろ燃えろ。やっぱ火炎瓶強いな。あー、それでショットガンね。ダメージ高いもんね。ん？下か。そういうことね。1,2,3。さあさあ続けざまで、こっち何もない。さあこのままやりすごせないね。ああマジか。あ、それか。いやいやいや、そっかそっか、その手があったね。そうだそうだそうだよ、そうだよ。何のために、でね、これアイテムの変換がね、あ、上か、はいはい、試し、あ、次試そうかな、せっかくなんで。いや、試そう。あ、なおは次でいこう。で、すごいね。ほい。やっぱこっちの方が強いな。めちゃくちゃアイテムの無駄遣いはした気はするけど。まだ行くのか。よし。行くよ。いや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 。いたね。よし。よし。よし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 。ああ、片付いた。まだ油断できない。ショットガンの弾はゲッチュして。いやー、怖すぎやろ、あいつら。いや、爆弾の話がね、ちょっとね、ちょうどチャットできたからよかったけど、危なかったーってか、ほぼ危なかったけどね。待て、鍵を持ってる。音を立てないようにしろ。こうなってくると、先にこっちだね。
そうだ、落ち着け落ち着け。ああ、下がれる余裕があるっていうだけか。嘘でしょはい、じゃあ、はいはい。えい、終わり。いやー、意外といるね。弓外したの痛いね。1,2,3 クリッカーかー。弓で。あ、バレたねまあこうなるよね。見ろよ、まだ生きてるぜ。何が？まだ生きてる？いや、生きてないよね。よしよし。確かにここはひどいな。あ、僕たちが生きてるってことね。いやー、ひどいよ。いろいろとひどいよ。あ、やった、ウシゲット。倒すのを手伝ってあげるのに。うるさい、黙れ。まあ万が一ね、暴発したりとかあるからね。僕が知ってるのではとちょっと違うんだけどね。回復ゲッチュ。あ、こっちからも入れたってことか。2階にはなし。よし、じゃあ抜けていきますか。めちゃくちゃいるね。ステルスなんてないんだね。うん、ステルスなんてないね。いやー、なんだろう、真面目に隠れていこうとしてるのがちょっとバカらしくなってきたね。ここまでバンバン撃ってるとね。いやー、ステルスは性に合わんか。お、あ、これいいね。ん？取れたね。よし、回復は大丈夫。あ、いいね、いいね、弓がいっぱいあるね。弓二つ目は？あー、特に意味ないのか。こっちだ。危ない。向こうで繋がれてる。ここから行けない？犬用のドアか。ジョエル、どうするんだ。まあ、行ってもらおうかね。気をつけるんだ。いいか。もちろん。銃を持たせてやれよ。よしてくれ。
家の中にクリッカーがいるみたい。さあ、クリッカーがいるみたい。ちょっと爆弾はうまいこと使えるようにしときたいね。俺たちが見えてない。かがんでろ。気をつけて。火薬が足りない。めちゃくちゃいるね。あ、そうか。これは。相手にする必要はあるのか？絶対ないよね。ビルが撃たない限りは。大丈夫なはず。怖い。後ろにもいるね。正面いるね。さよなら。あー、今の子は自動車の上から向こうへ渡る。今なら安全だ。さあ早く。そうだね、今なら安全やね。よし。さて、誰が置いてったの？他の仲間？いや、誰が通ったか想像はつく。この家の向こうが学校だ。通り抜けよう。おお、もうちょいで学校か。ちょいとね、ブシブシブシだけ。こっちは物資なし。35か。刃物。火薬はほんと使い方考えないともったいなくなってくるね。消費が激しいわ、やっぱ。何か入ってますように。よし、アルコール、刃物、おい、ジョエル。なんだ。話が進みそうなんでちょっとこっち。家の中に火薬ってやばいやん。はい、両キット作っといて。少年の日記。10月4日、永久に決まったと。まあ、学校休みになったみたい。まあ、パンデミックになったらね。うわー、そっか。ベビーベッドがあるということは。ちょっといい？うん。その、ただ、謝りたくて、テスのこと。それだけ、もう言わないよ。エリー。そのことは心配するな。行こう。ええ。そうなのよ。これがね、回収できるっていうのが分かってるからね、うまいこと使いたいよね。来なければラッキーみたいなね。あ、ハサミなんか使えないかな。ナイフか。ナイフ意外と手に入るんだね。あ、出るから開けるの手伝いって感じか。よし。それにしてもさ、あのクリッカーがいるのに結構音鳴らすよね。あのトラックだ。学校に突っ込んでるだろう。行くぞ。あの黄色いの、いや、黄色いのか。奴らがうじゃうじゃいる。音を立て。はいはい、音を立てずにね。
厄介なのはその目が見えてるっていうところなんだよな。右回りでぐるっとかな、この感じは。意外と意外と動くの早い。よし、いざ。その矢を、あ、回収できた。何だったんだろうね、この回収できるできないの差は。危な。意外と止まんない。止まんないのかい。マジでひどい。いやーもう、おいおい、まったく。マイカ節約できたと思えば、よし、ひどいよ。いやいや、そんなこと言ったってやられるからね。いや、まだ完全に倒してないとは思うんだけど。エリー、走れ走れ。そこら辺から来てるよ。結局バレる感じか。助けろ。危ない危ない。いや、マジステリスは何だったのかな。きっとまだどっかにいるぞ。よし、慎重に行こう。どうやって中に入る。いや、角待ち。いや、今のはね、あそこで爆弾使えると一番いいけど。の上にはしごがある。持ち上げてよ、下ろすから。お、いけたね。いやー、マジでマジで。どうも。弓難しい、普通に。全然当てれる気がしないよ、この武器は。大丈夫だ、ボンネットのとこまで行ければいい。めっちゃぶっ刺さってるけどな。クソ、聞いたか、来るぞ、急げ、ほら。よし、全速力だ。バッテリーを手に入れたらすぐずらかろう。まずいよ、あいつらフェンスを越えようとしてる。ロックされてる。もうすぐだ。ちょいっと銃変えて、中に入ってバッテリーを取るんだ。来い、ベル。よし、窓が開いたぞ。やべやべ。ジョエル、くそ、早くしろ。うぃ、まずい、ね、すぐ入られちゃう。ビル、急げ。これを動かそう。いや、もう終わったか。体、え、何もない。ちょっと、どうする。ああ、どうするんだ。とにかく逃げる。おい、逃げるぞ、来い。入ってくる。まさかの物資。マジか、なしか。じゃあ
裏から出よう。二人ともついてこい。イエーイ。ああ。マジっさ。肝心のクリッカー倒してないか。だからダメだね、途中で四角ボタンを押さなくても殴り続けるね。あー切なくなってくるわ。危なっ、だからだ。あーやべえな。もうね、間合い入ったらダメだね。おい、結局こうなるんだよね。きっと教室に来られる。あ。いや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 。もう相打ち覚悟じゃん、こんなん。いやー、つらい。ジョエル、そっちじゃない、こっちだ。ないか。中だね。ひどいよ。いやー、クリッカーがきついわー、マジで。これがね、買い替えて持てないのか。とりあえず作っておいて。持てないね。ちょい、通して。これも持てない。この廊下の先に道がある。
はあ。さあ、リロードしておいて、爆弾で一体減らしたのはでかいね。手を貸してくれ。よし、行くぞ。せーの。もう一回。よし。まだ来るぞ。ドアを塞ごう。おお、体育館。まずいぞ。持ちませんね。うおー、でけえ。まずい。あれ、一体何なの？名前のフローターだ。え、何？エリ、隠れてろ。俺がやる。それはきついって。うわ、なんだそれは。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。近い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 。やばいくね、こいつ。あのでかいのは何？感染して時間が経ったやつだ。ブローターって呼んでる。ブローターね。なるほど、わかった。生物の授業を邪魔してすまないが、さっさとここから出ないかな。そうしよう。全然もう賛成賛成賛成。ちゃっちゃ弾変えて、やっぱ出てきたところやっぱあるよね。ちゃちゃ、そっちが欲しい。これで登れるかな。行くぞ。いや、てか火炎瓶が強いね。ジョエル、後ろ。まだいるのか。あと一匹だぞ。ほっとくやっちまえ。はいはい。なんかあるね。こいつら大嫌い。よし。おかげで物資が手に入った。よし、仕留めたな。上がれ。引っ張れ。いやー、もうさっきめっちゃやられたからね。メンタルやられまくってるからね、今。こっちだ。物資はなし。こっちにまたハシゴがあった。進め、俺も行く。これショットガンないとかなりきついね。家の中に入れ。大成功だったね。ちょっとあっちの方調べてくれよ。ビル、同じことを考えてる奴がいたってことだな。別の手はあるんだろ。命が助かっただけ感謝しろ。別の手なんてない。さっきので出尽くした。テスに伝えろ。こんな仕事を助けてない。何様のつもりかって。これはなんだ、知り合いか。フランク。誰だそいつ。俺のパートナーだ。あんなダサいシャツを着るのはあいつしかいない。
まれてる。こことあと、じゃあ人を自分じゃなくなる前に。ああそうだな。バカなやつだ。こんなのがあった。ガソリンもある。俺のバッテリーじゃねえか、あの野郎。降りろ、早く降りろ。なんだよ、ったく。バッテリーは消耗してるが、まだ使えるが。つまり押してスタートさせればオルタネーターがバッテリーを充電する。本気か。別の手がいるんだろう。これがそうだ。どうする。押すからお前が運転しろ。押す側か。まあそうだよね。さあフランク、てっきり女性かと思ってたんだけど、そういうことではなかったね。そうしよう。もう先に使ってます。もちろんだ。これぐらいかな、使えるアイテムは。よし、じゃあ今回ここまでしましょう。そうですね、動画を見てる方はここまで、ライブ配信見てる方はもう一本撮ろうかな。はい、と思いますね。お楽しみにしておいてください。それではここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。